べて痩せる美味しい食材を選んできました。今回は美腸活専門家の観点から3位から1位までランキング形式でお伝えしていきますね。すべてイオントップバリューさんで購入できますよ。では早速始めていきましょう。第3位はこちらです。イオントップバリューのもっちり食感刺身こんにゃくです。でこちらですね、糖質が1袋あたり 4.4g でカロリーがたったの 29kcal なんですね。でまたこちらですね、こんにゃくとそのからし酢味噌が入ったそのトータルのカロリーなので、このからし酢味噌のタレを使わなければもっと低いわけなんですね。もっと裏見てみましょうね。原材料がこんにゃくとこのからし酢味噌のまあタレ付きなんですが、私の場合はこのからし酢味噌はごめんなさい、使わないんです。ちょっと原材料の中にですね、調味料かっこアミノ酸など等々を あと人工甘味料がちょっと残念ながら入ってらっしゃるので、ごめんなさい、私はこのタレは使わないでいただいてます。でその代わりに手作りの塩麹であったり醤油麹であったりポン酢だったりですね、そういったもので代用して美味しく美味しくいただいています。でこちらのこんにゃくのダイエット効果なんですけれども、ちょっと一緒に見ていきましょうね。もうとにかく食物繊維がすっごく豊富なんですね。グルコマンナンっていう食物繊維です。この食物繊維がそのあなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌の餌になるんですよ。やっぱりね、育ててあげないといけないわけです。いくら善玉菌がその多いものを召し上がっていらっしゃったとしても、育てないと、ちゃんと餌をあげてよしよしと育ってねと、ずっとここにいてねってやっぱり言ってあげないとですね、いなくなっちゃうわけですよね。その時にこの食物繊維が必要なんですね。そしてそのことで腸内環境が整ってお腹の大掃除ができて、まあ、代謝も上がるわけです。でまた脂肪を溜め込みにくくしてくれる成分が入ってます。それがこんにゃくの中にあるカルシウムなんですね。なのでこうカルシウムって聞くとこう骨を作るとかね、こう骨ってイメージがあると思うんですけれども、骨を作るプラス実はカルシウムってあなたの脂肪を溜め込みにくくしてくれるというね、働きもちゃんとねしてくれてるんですよ。なのでこんにゃくってもうほとんどカロリーないですよね。低カロリーです。なので私はですね、そのトータルで、まあ、食事をこう作る時になんかこうもう一品入れてこうお腹膨らませたいなっていう時があるんですよね。ただカロリーはこれ以上ちょっと取りたくないなっていう時にやっぱりこんにゃくね大活躍なんですよね。ですからあなたもなんかこうなんかもう一つお腹満たしたいっていう時は、そこでおやつとかね、そういったアイスとか食後にですね、そういったのを取られる代わりにこういったこんにゃくなんかをもう一品おかずとして足していただくとものすごくね満足します。でこれすごくやっぱ膨れるんですよね。水分を吸収する食物繊維なので、逆に食べ過ぎてしまうとちょっとお腹が詰まったりする方もいらっしゃいますから、低カロリーですしね、もう安心して食べれるんですけれども、逆にこうあんまりこんにゃくばっかり、例えばこうこんにゃくダイエットだとかね、こんにゃくばっかり食べるのはね危険ですよ。かえってその腸を詰まらせてしまいますし、やっぱり何でも行き過ぎはいけませんよね。ですから、まあ、もう一品欲しいなっていう時にはぜひぜひこのこんにゃく、こちらですね、刺身こんにゃくを足してみてください。でこちらお値段がですね、これコスパがいいんですよね。98円でした。98円、それでもかなり食べれますから、もう一品欲しいっていう時はぜひこちらの刺身こんにゃく食べてみてくださいね。ではどんどんいきましょう。第2位です。こちらです。イオントップバリュー国産こんにゃく粉使用の海藻とこんにゃくのサラダです。でこちら先ほどとこんにゃくは同じなので、ダイエット効果はねもうお伝えしてますから
狩猟でプラス今度ね海藻が入ってるんですね。なので、まあ、さらにその腸内環境を整えることができるんですね。でこれは1袋あたり 103g 入ってるんですけれども、こんにゃくとかその海藻を入れてですね、で糖質がもうたったの 1.4g で、なんとカロリーがたったの 11kcal です。でタンパク質が 0.8g、 脂質が 0.2g、 糖質が 1.4g、 食物繊維が 3.0g、 まあ、食物繊維豊富ですよね。ですからこちらだけだとタンパク質が足りませんので、ちょっとこうササミンのこう湯がいたこうちょっと裂いたものを足してみるとか、何かしら、まあ、チーズをね、粉チーズかけるとか、あのチーズをトッピングされるとか、何かしらのやっぱりタンパク質をトッピングされるとよりダイエット効果が上がると思います。やはりいくら低カロリーでも、いくら食物繊維が豊富でも、これだけばっかりっていうのはね足りないです、栄養不足なので、しっかりここでタンパク質も取って差し上げてください。でまたチーズなんかは発酵食品になりますから、さらにあなたの腸内環境のその善玉菌がどんどん増えてくれる食べ物ですから、おすすめです。でこちらもですね、実はすごくコスパがいいんですよ。もう私これ取ったら、たったこれだけ。これも先ほどの刺身こんにゃくと同じで、たったの98円だったんですね。これ良くないですか。もう本当おかずの一品に足してもすごく便利なんですよね。でしかもこのこんにゃくがこう縮れたこう平面型のこんにゃくなんですね。でこう縮れてこう凹凸があるので、こうそこにドレッシングがよく絡んで、食べる時にこう味わいやすいものになってまして、でプラスその海藻とこんにゃくだけだからやっぱりお野菜を足されるといいと思うんですね。まあ、この場合はそうですね、やっぱ生野菜がいいですかね。やっぱ酵素も取れますし、生の方がですね。ただあんまり冷たすぎるサラダは食べ過ぎてしまうと、あなたの腸を冷やしてしまってちょっとね太る体質になりやすくなってしまいますから、もうくれぐれも冷たいものばっかりのメニューっていうのは絶対にやめた方がいいです。太ってしまいます。大体これ一つで1人から2人ですね、2人前までみたいですけれども、まあ、トッピングされたらいいと思うんですよね、お野菜を。でドレッシングはついていません。で私こういったこうドレッシングついていない方が嬉しいんですね。なぜかというと、市販ドレッシングはもうたっぷりの人工の、あの化学調味料であったり、もう余計なねお砂糖とか、あのタンパク質も余計な油がいっぱい入っているので、あの私使えないんですよね、使いたくない。その時に私はどうしてるかというと、もう自分で手作りのドレッシングです。で黄金の比率があるのでお伝えしますね。手作りする時の3対1でね作ればいいんですよ。で3っていうのはビネガーです。で1というのはオイルです。でこのまあビネガーもまあ別動画でね、あのいろいろお伝えしてるんですけれども、まあ、リンゴ酢であったり黒酢であったり、あの純米酢であったり、まあ、そういったこういろんなもの、あとドレッシングにはあのワインビネガーですね。私はあのワインビネガーのお酢を使って作るとこうフルーティーでドレッシング向きかなと思って使ってるんですけれども、そういったお酢が3に対して、私はあのオリーブオイルをドレッシング用に使っています。あの加熱しにくい油も使うことあるんですけれども、バージンオリーブオイルを1入れて、でこのオイルを例えばあなたがごま油に変えると、でプラスまあごまとか入れるとですね、あっという間に中華ドレッシングになりますし、またそのオリーブオイルと、まあ、お酢プラスあのシーズニングでいろんなこうスパイスありますよね、こうゴリゴリってああいったのを入れると、こういろんなバリエーションの爽やかなドレッシングがもうあっという間にできます。で良いのは無駄がないんですね。もういる量だけ作ればもうその都度パパって混ぜればすぐできますし、もう無添加ですし、かえってその太らない美味しいドレッシングはあなたがご自分で作ることができますから、まあ、そこにプラスお醤油が入れば和風ドレッシングにもなりますし、その粉チーズとか入れると、まあ、ちょっとシーザーサラダっぽく風味がですねテイストとして楽しめると思いますので、ぜひぜひあなたもドレッシングも手作りしてみてくださいね。3対1の割合で作ってください。さあそしてこちらがですね、成分をお伝えしましたね。第2位の商品でしたね。ではいよいよここから第1位の商品をお伝えしていきます。こちらです。イオントップバリューさんで購入したテンペです。テンペってご存知ですか。これは何かと言いますと、茹でた大豆と麹の一種、テンペ菌というその菌があるんですね。菌で発酵させた自然食品なんですね。で実はこちらすごいんです。コレステロールがゼロですし、またギャバが入っていたりイソフラボン、食物繊維も豊富で、こちらはですね
このテンペというのは、あのテンペって何って、あなたね、名前も可愛いですよね、大豆テンペで。このテンペ菌っていうのはですね、ハイビスカスであったり、このバナナの葉っぱについているですね、その菌なんですよ。それをテンペ菌と言います。これも書いてあるんですけどね。でその菌が大豆と結びついて、これ発酵した発酵食品なんですね。この発酵食品を取るのが痩せるためにはもう不可欠なんです。なぜかというと、発酵食品を取らないとその痩せ菌が増えないですよね。その痩せ菌が入っている食品が発酵食品ですから。でしかもこちらはもうその大豆とその麹のその酵素がですね、もうセットで取れるという、もう優れもので、しかもカルセロールがねゼロでしたし、もう本当これはね、私重宝してます。ですごく簡単なんですね。もうこのまんまあのサラダにトッピングすると、例えば先ほどのこちらのサラダに手でこうほぐしてですね、トッピングするだけでタンパク質がめちゃくちゃ取れるんですよね。結果あなたは食欲を抑えることができるんです。タンパク質でそういう働きをしますからね。でまたあの、まあ、煮てね、ひじきの煮物にこう、まあ、大豆代わりに、まあ、もちろんこう大豆のね、大豆ですから大豆を入れる方の感覚でテンペをそのまま入れてもいいですし、でテンペのピザって書いてますけど、まあ、私はあの極力パンは食べないようにしてますので、本当に体にいいパンしか食べないんですよね。でそういったパンに乗せてチーズトッピングしても美味しいんですけど、私結構あの本当普通のフライパンでテンペをこうバターで焼いて、とろけるチーズを乗せて焦げ目つけてですね、溶かして、あ、溶けるまで温めて、まあ、作ったりして、もう美味しいんですよ。もうほんと立派なおかず、あっという間に出来上がりなんですね。これ簡単なのも大好きです。なのであなたもこちらのテンペをもう気軽にご利用されると、もう本当にね、あっという間におかずの一品がパパパッとできたりとか、あーなんかちょっとタンパク質足りないっていう時はさっとちょい足しされるといいと思うんですね。でまたこちらはですね、もう本当にあのお肉の代用として、あのビーガンの方、もう完全菜食主義者の方です。あのベジタリアンとは別ですね、あのビーガンの方っていうのはお肉とかお魚以外にも、例えばこう卵とかチーズとかそういったものも召し上がらない、その完全菜食主義者の方っていらっしゃるんですけれども、そういった方たちがテンペをまあこよなく愛して食べているという、まあ、こういったまあスーパー食材ですよね。あの本当お肉の代わりになるほどタンパク質がめちゃくちゃ豊富なんですね。そしてそうそう、気になるお値段なんですけど、こちら1袋 100g 入ってまして、テンペはですね250円でした。250円ね、お手軽でしょう。しかも国内産の大豆が使われてますし、もちろん遺伝子組み換えでもありませんし、あの本当いろんなね、もう生野菜にポン、お味噌汁でもいいですね、もうパパパッともちぎって入れちゃうみたいな。あとはもうカレーとかシチューとかチャーハンとかですね、ちぎって入れるだけですね。簡単ですよ、もう本当ねいいですよね。私簡単なの大好きです。なのであなたも簡単に使ってみてくださいね。しかもダイエットにもバッチリの食材になりますので、ぜひぜひ美味しく召し上がってください。でまたこのテンペを使ったなんか美味しいレシピとかありましたら教えてください。あのコメント欄でもいいですし、先生こんな食べ方美味しかったですとかあったら、もうどんどんたくさんの方にあのシェアして差し上げたいので、ご紹介しますから教えてくださいね。さあいかがだったでしょうか。大豆テンペのダイエット効果ですね、大豆を丸ごと発酵させた発酵食品であること、あとコレステロール値が低いゼロで、低カロリーで高タンパクでしたというまとめのお話でした。さあここまでいかがだったでしょうか。このようにこのチャンネルでは様々な腸活法、健康法、ダイエット法、あなたにお伝えしてるんですね。そのことであなたが長期的に健康で綺麗に痩せる、応援しているんです。この話役に立ったと思っていただけましたら、もうぜひぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、もうどんどんご参加ください。でまたこういったダイエット法やあの健康法についてどういうことだろうとご質問がある方は、詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますから、皆様そちらからご登録後、私は直接やり取りしております。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。